1>, 1日米女子ゴルフシェブロン選手権第2日米カリフォルニア州ミッションヒルズ CC メジャー2勝目がかかる渋野日向子23イコールサントリーイコールが全選手中のベストとなる66をマーク通算9アンダーで首位に立ったショットが絶好調で7バーディー1ボギーで回った 他の日本勢は、ココウアヤカ、21イコール富士通イコールが、通算2アンダーの29位、畠岡那社、23イコールアビームイコールと、笹生由香、20は、通算1オーバーの67位で予選を通った、<laughs> 横峯さくら、36イコールエプソンイコールは決勝に進めなかった。2019年、 AIG 全英女子オープンに続くメジャーに証明。渋野日向子が首位に躍り出た。ショットの切れ味は抜群で。1番はお先にバーディーで発進。続く2番は50センチ。10番はまたも10センチにつけ。グリーンを外した13番は上地で転がして入れるなど。 他に付き入る隙を与えなかった。前日は午後、スタート。この日は朝からとあって、体に疲れは残っていたという。スタート前練習では、今日は飛んでないなと思っていたが、慣れてくると逆に飛距離が出るようになった。ここでそんな飛ぶか。というところも、八番アイアンが、 いつもは130ヤードくらいなのに、141ヤード、飛んでいた。上位にいる分、あどってた、アドレナリンが出ていたんかないし、昨年の全米女子オープンでは、首位で迎えた、最終日に崩れた。その経験からか、気負いは、全くない。全然違うし、明日からも楽しみ。ラフに外しても、楽しい。 やべえと思うこともない。心の余裕といい、大人になりましたと何度も繰り返した。日差しが眩しくて、珍しくサングラスをかけて歩いたが、それでも大きな笑顔はギャラリーを魅了した。現地メディアにも大人気。これから何をする練習して、ご飯を食べて寝たいです。何を食べるの 和食。美味しいのは。うーん、サーモン。お菓子は何を食べているのささみチップス。最後だけ英語で、センキュー。と、大きな声で挨拶し。一礼した。渋野日向子。先週72位から逆襲の、シュイフ上マイメディア注目。 ニューリーダー渋の海外メジャー初戦で7バーディー。単独首位浮上前女子ゴルフのメジャー初戦。シェブロン選手権、米カリフォルニア州、ランチョミラージュ。ミッションヒルズ CC。6884ヤード。バー72台2日1日、日本時間2日。10位から出た渋の日菜子、サントリーが7バーディー。 1> 1ボギーの66で回り、単独首位に立った。米メディアは2日目を終え。ニューリーダーが誕生した。日向渋野だなどと報じている。7バーディーで単独首位に立った日本の23歳。猛チャージを見せたスマイリングシンデレラに、米メディアも注目している。 開催地のある米カルフォルニア地元放送局 NBC パームスプリングスは2日目を終えニューリーガーが誕生したヒナしぶのだ彼女は66を記録し週末に向けて首位を改装していると報じた前週大会の JTBC クラシックでは72位に沈んだ渋野日向子 記事ではゴルフの良い点は常に次のラウンド次の大会があるということだ現在首位の渋野は先週72位だったことを伝えておきたいと先週からの巻き返しにも触れている AP 通信も渋野ひな子の首位浮上をレポート2019年全英女はうまいルーティンを貫いていると伝え 海外メジャー2勝目を目指す23歳に注目していた渋野日向子首位浮上にもあと2日を強調地大部は考えないように7バーディーを奪う圧巻のプレーで単独首位に浮上した渋野日向子開幕前は昨年一打足らずに予選落ちを喫してしまったのでリベンジをしたいと週末のプレーを目標に掲げていたが 大きく上回る形での決勝進出となったこれには本人も思っている以上に上に入る新しい目標を立てようと思いますと驚きは隠せないラウンド中はやっぱり気になるかっこ笑いチラチラ見よったと各所にあるリーダーボードを見ながらプレーまだ2日目なのでかっこ笑いと話すが気分は悪くないだろう 1>, 1年前はここでどうやってアンダー出すんだと思って回っていたこれだけ触れるようになってマネジメントもバカなりなんとかやってかっこ洗いパッティングもそれなりに紙手というか距離感も合わせられるようになってラフからも腕力で出すしかっこ洗い2年前去年はできていなかった そうやって一つずついろんなことを覚えて経験してきたからこそこうやってスコアが出たと思うまあ大人になったこれで開幕前にスライディングで入ろうかなと笑いながら話していた優勝者だけに許される18番横の池へのダイブにまた一歩近づいたそれでも渋野ひな子は「ち」「ダイブは考えないようにしようと」と冷静に回答 まだ2日あると強調した。好きなのは日本食でサーモン。と答えた渋野日向子海外メディアと爆笑会見3アンダー10位タイでスタートした渋野日向子選手がこの日は7バーディー1ボギーで9アンダー2単独トップに立ちました1番2番 5番、6番で連続バーディーを奪うと、9番、10番でも連続バーディー13番ではチップインバーディーと好調の渋野日な子選手。去年、予選落ちのリベンジはできたので、今いいところにいられる分、明日からまた切り替えて、次の目標に向かって頑張りたいと思いますと話しましたまた。 会見で英語の通訳を介して、現地メディアのインタビューにも答えた渋野日向子選手今回はなぜか外国人の方もちょっとついてくれたりしてたんですごく嬉しかったですと一言翌日以降については練習を今まで通りしっかりやってあとはご飯を食べてしっかり寝たいですと笑顔で意気込みました 何を食べるのか聞かれると、日本食。ジャパニーズフードと日光コ好きなものは、全部。あ。サーモンと返しました。それにすかさずインタビュアーが、me too? 私もと答えると爆笑した渋野日向子選手。マネージャーが作ってくれる日本食を食べて、メジャー2勝目を狙います。 ーチャージで単独首位の渋野ひな子に、注目天真爛漫なスマイルには嫌いになるなんて不可能だと3時再びスマイリングシンデレラへの注目度が高まっている現地時間4月1日海外女子メジャーの今季初戦シェブロン選手権カリフォルニア州ミッションヒルズ CC は2日目の競技を終了 渋野ひな子、サントリーが7バーディー1ボギーでこの日のベストスコア、66を叩き出し、通算9アンダー、単独首位に浮上した。2019年、AIG 全英女子オープンに続く2度目のメジャー制覇へ向け、期待感が高まる渋野ひな子。2日目を終えて、米ツアーの単独首位に立つのは、2020年12月に、 行われた全米女子オープン以来2度目だちなみにこの時は最終ラウンドで74と崩れ4位に終わっている今大会ここまでの活躍には米ゴルフ専門メディアゴルフコムに執筆するゼファーメルトン記者も注目自身のツイッターでスマイリングシンデレラが リーダーボードのトップに立ったと速報した上で彼女はいつもメジャーで結果を出してくると伝えているさらに続く投稿では渋野日向子が選球と言ってカメラに手を振っている映像を公開しひな子渋野を嫌いになるなんて不可能だスマイリングシンデレラは最高の雰囲気を持っているとコメント その天真爛漫なキャラクターは、海外指揮者をも魅了しているようだ。1打差の2位には、連覇を狙うパティタバタネキット、平良3名がつけている。明日以降も激しい戦いになることが予想されるが、勢いに乗る23歳の新たな栄冠に期待したい。